隣の家には同い年の女の子がいる。しかもその子の部屋が自分の部屋と向かい合わせ。アニメや漫画でよくある憧れのシチュエーション。なんぼで買う？1億。高ない。いや、単品やろ。せいぜい100万やろ。高ないよ。積んでる幼馴染好きのオタクやったら100億は出すで。でもその子はパッとしない地味な子。その子と幼馴染でも誰も羨ましがらんし、誰も興味がない。なんぼで買う？100万。オタクは1億。オタクいる。凌介はなんぼなん。自分好みの可愛い子想像してたからな。そうじゃないんやったら別に買わへんかな。おはよう。おはよう。ただ当事者の二人は何か運命的な特別な何かを何してる。学校では見せないもう一人の自分が顔を出す。早く用意しないと遅刻するよ。お前も遅刻すんなよ。近すぎず遠すぎず、微妙な距離を保ちながら、二人はアニメの中の幼馴染のテンプレをなぞるように展開していく。なんぼ。3000万。小田君7億。20万かな。そうか。結構ええねつくな。いきなりなんでこんなん聞いてきたん。今聞いた部屋な。俺の部屋のことやねん。うっせや、この部屋そうなん？幼馴染と向かい合わせの部屋って奇跡やで。リアルでは他知らんもん。僕の向かいの部屋おっさん VTuber やで。そっちの方が奇跡かも。ただ高校入ってからカーテン閉まりっぱなしで話すこともなくなったけどな。おっさん窓も全開やで。近所迷惑。マイナス1000万。遠くのシルズの高校行ってるから朝も早いし、もう2年ぐらい顔も見てないわ。まあ俺も幼馴染おるけど、もう顔合わせても挨拶もせえへんわ。やっぱ現実はアニメとは違うわ。そういうもんなんかな。第三の幼馴染ってもしかしてあの子？話と違って全然垢抜けてるけど。え？あれ彼氏ちゃう？うっせえやろ。わ、ほら彼氏やって、うわ、うわ、聞こえてないって。あんなこと、あんなこと、なんで、うわ、なんでだ。どうしたんだいさん、大さんの様子がおかしい。ショックで過呼吸になってんじゃん。いや、興奮してるんやろ。そっち約束したよ。約束。大きくなってお互い売れ残ってたら結婚するって。結婚、幼馴染あるある。そうか、あいつにも彼氏できたんか。これは喜ばなあかんことやんな。痛い、胸が痛い。あかん、泣きそうや。大さん、あの子のこと好きやったんや。僕たちは隣の席の子にちょっと優しくされただけで好きになる人種やねんで。こんなん好きになるに決まってるやん。その失恋はきついな。失恋というよりも滑り止めに落ちた気分や。よけ、強がんなや。これでかいって。強がって本心隠さんでええねん。え、どうしたん心臓。僕にはわかる。ここはちゃんと受け入れてちゃんと決別せな、次に進めなくなるで。でも俺次おらんし。だからこそやねん。これでかいって。まだ全開やねんぞ。おそらくあの様子やと付き合いたてのバカっぷりやから、そこら中で一目もはばからずイチャイチャするで。そしたら大さんも何度もその場面を目撃することになる。気持ち残っててみ。地獄やで。確かにそうやな。でもどうやったらあいつのこと忘れられるんやろ。お前ら丸聞こえやつ。誰が滑り止めや。誰がバカっぽや。全部聞かれてた。よくも初めて来た彼氏の前で恥かかせてくれたな。地獄見してるからな。どっちみち地獄やんけ。ご近所トラブルやん。ご近所トラブルのレベルちゃうやろ。